ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がミニジョンクーパーワークスコンバーチブル、こちらをご紹介させていただきます。車両紹介の前に小島さん、はい、手大丈夫ですか？これ全治2週間です。本当ですか？はい、ばっくりばっくり、はい、どうしたんですか？言うんですか？はい、子供たちと鬼ごっこしてて、はい、森みたいなところにしてたら、はい、穴があったんですよ。でも枯れ、はい、もう落ち葉で全然気がつかなくて、ザクザクってやった。いや、そこにはまってそのままダイブしてた、はい、本当ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。でも本当気づいたら、はい、こけてた感じ。こけるかなとかっていうのもなくて、本当にあの言葉悪いですけど即死ってこんな感じがあって本当気づいたらもう転んでたっていう。なるほど。ちょっと小島店長負傷してますけど、ね、はい、なんでこんな恥ずかしい話ですよね。、はい、心配されたらちょっとあれかなと思って、はい、まあ、全然、はい、大丈夫です、はい、あの仕事の方にも支障はないみたいなんで、はい、そのままお届けしたいと思います、はい。で、今回ご紹介させていただくこちらの車、来ましたよ、はい、もう持ってこいじゃないですか、はい、僕予習なしでちゃんと喋れる車ですよ、はい。で、今回の車めちゃくちゃこれコンディションがいいのと新しい。そうですね、ですよね。新車と言っても過言じゃない。もう新古車ですよね、ほぼ。まあそうですね、まあ、本当にユーザーさん登録かディーラーさんの登録かぐらいの感覚の違いで、もう新古車と言ってもまあ語弊がないぐらいの、語弊がないぐらいの、はい、なんとびっくり、今年の7月登録なんです。7月登録です。で、走行が300キロ300キロちょっとですね、はい、なんで買ったんですかっていう、そういうレベルですね。まあまあまあ、そうですね、はい。で、後で見ていただきますけれども、結構カスタマイズもしてあるっていう。そうですね、本堂ガレージさんで、はい、いじっております、はい。なんで、ちょっともう次買われる方がかなりお買い得な。そうですね、はい、もう新車で考えている方でちょっとドレスアップしたいなって方はもう絶対ですね。持ってこいですよね。持ってこいです、はい。そんな車を今回ご紹介させていただきます。で、まずボディカラーからいくと、後期から追加になった、はい、エニグマティックブラック。そうですね、はい、なかなか言いづらい、はい、ちょっとあの真っ黒というよりかは紺色に近い。そうですね、はい、先代でいうとこのアストロブラックみたいな。アストロブラックというよりもそのブルー系じゃないですか。ダークブルーとかそのユアーズのブルーとかそっち系じゃないですか。そうなんですかね。黒には見えないですよ、アストロブラック。アストロブラックってアストロブラックも紺色ですよ、でも。あ、そうなんですか。そう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 。だから後期にならないと純粋な真っ黒黒がなかったんですよ、先代も。で、前期はそのアストロブラックっていうブラックがあったんですけど、そのこういう紺色だったんですよ、はい、そうなんですよ。で、F 型もなんかちょっと名前こそ違いますけど、僕はなんかアストロブラックの時代のあのこの紺色をなんか感じました。ただパッと見ると結構黒にも見えますよね。そうですか、はい、結構明るいところなんかで見ると結構もう深い紺色に見えますけど、はい、ちょっとそんなボディカラーで。そして今回ジョン・クーパーワークスなんで、まあいろいろバンパーとかグリルとか専用のものになってたりとか。ここはイベンチュリーっていうエアインテークキットの、はいはい、パーツですね。カーボンパーツで。カーボンパーツ、はい、これ後でちょっとボネット開けて見てみましょう、はいはい。で、後期なんで、まあ、しっかりエンブレムも新しいものになってますし、ヘッドライトも衣装が変わった新しいものになってて、なおかつオプションのアダプティブヘッドライト、はい、がついてますね、はい。まあ、ハンドルに連動して、はいはい、動くタイプのヘッドライトもついてます。ちなみにこのアダアダプティブかアダプティブじゃない見分け方って、この中が黒いか黒くないかですね、はい、ですよね。です、はい、なので結構目つきも違うんで。そうですね、はい、イメージちょっと変わりますよね。そうですよね、はい。で、後期でかなりこうプロジェクターがちょっとこう平べったくなったというか、はい、ちょっと印象もかなり前から見て、あ、新しいなっていう感じしますよね、はい、こんな前回りで。で、横に行きましょうか。横に行くともうめちゃくちゃ低いじゃないですか、この車。低いですね、はい。今回のこれでもミニ的にはこれぐらいは全然余裕ですか？走行ちょっと気をつける感じ。いや、全然余裕だと思います。ですか、うん、あの結構バンパーこう前上がり、今時の車、うん、まあ、例に漏れずこう前上がりなのと、まあ、あとちょっとこのなんていうんですか、この整流板、はい、これは当たっちゃうですね、はいはい。ここはまあね、あれですよね。そうですね、そこだけちょっと気をつけていただければ、はい、まあ、多分普段のまあ、一般と走るとかは全然問題ないと思います、はいはい。ただ段差とか車止めとかは もちろんダメなんですけど、はい、コンビニ前から行っちゃダメなタイプ。そうですね、はい。まあ、普段使いは全然支障がない車高だと思います、はい。で、今回装着しているのがカーベバージョン1ということで、まあ、車高の調整もできますから、はい、まあ、もう少し上げたりとか下げたりとかっていうのもおそらくできると思いますので、まあ、ご希望があればちょっと聞いてもいいですか、はい。バージョン1とつけるとしたらバージョン
2、3があります。3があります、はい、その違いって教えてもらっていいですか。あの減衰調整 の, あの機能がついてるかついてないかです。2と3。 2、3はついてます、はいはい、1は減衰力、要はこう乗り心地のこう調整が固定です、はい、固定ですね、はい、2になると伸び側だけ調整できます、で3になると伸び縮みで調整できます。で他にもそのレース用のクラブスポーツがいろいろあるんですけど、はいはい、基本的にはその3種類から選んでいただいて、一番スタンダードなモデルです、はいはい、まあ、あの固定にはなってるんですけど、まあ、もうカーベイの絶妙なセッティングになってますので、うん、乗り心地と走行性能をこう両立させた感じで、おそらく多くの方に受け入れていただけるようなそんな足回りになってるんじゃないかな、はい、で今回ホイールの方が超高級品がついてるじゃないですか、はいBC4 自動 HC033 高級品なんですか。高級品ですよ。もうミニで言ったら超高級品ですよ、はいはい、もうあのね、当たり前より BC ってついちゃってるから、はい、ちょっともうね、当たり前にもういいガチですが、ミニの他のホイールと比べるといやもう全然高級品だと思いますよ、はい、でやっぱりあのうちの方で取り扱わせていただいて、もっとこう車格が上の車だと、はい、こうアメリカ製の単造ホイールとか、はい、もう1本20万円30万円とかっていうのもありますけど、はい、ミニとかってアメタン箱ってあんまりない、うん、だいたいもうキャストのホイールメインでっていう感じだと思うんですよね、うん、一般的な、まあ、価格の話以外こう適正かどうか分からないですけど、だいたい5万円前後ぐらいから結構選べるんですよ、うん、でそこがまあだいたい BC だと倍ぐらいなので、そうですね、もう BBS 履くか、まあ、いろいろデザインとかできるこっちを履くかっていう感じになるんですよ。だ かなりお買い得ですね、はい、でそんなのが今回ついてて2ピースなんでちょっと賑やかなというか、はい、その造形で。デザイン的にも新しいデザインの部類に入るんですか。まあ、最新ではないんですけど、はい、ここ 2,3 年のデザインですね、はい、まあ、人気のデザインという。そうです、はい、でもう一つポイントは、結構この JCW ブレーキが大きいんで、このホイール選べない問題が出てくるんですよ。履かせられる履かせられないホイールがある。そうなんです。だから BC だとこうブレーキに合わせて全部製作できるんで、まあ、好みのものが作れちゃうと。で今回この前オーナー様の好みでこれを装着してる、うん、はい、まあ、市販だと本当に履けるホイールってかなり限られちゃうんで、うん、はい、まあ、その辺バッチリなものが装着できてる今回はかなりいいんじゃないでしょうか、はい、そして組み合わせるタイヤがパイロットスポーツ4ミシュランですね。結構乗り心地いいんですよね、これ静かだし。いやホイールタイヤもいいの使ってますよ。そうですね、高級品ですね、はい、はい、まあ、サイズがちょっと205、40、18ってちょっと特殊サイズなんで、あんまり選択肢もないんですよね、うん、これも。ただその中でもかなり高級品なのと、はい、まあ、静寂性もかなり高いんで、街乗りにも持ってこいっていう感じですね。であと多分なんですけど、低ダストのブレーキパッドも入ってますね。シルバーの入ってるんで、低ダストのブレーキパッドも入ってます。で結構ミニってダストものすごいじゃないですか。そうですね、はい、でも本当に洗車して、外で洗車して帰ってきたらもう真っ黒なんていうのもあるあるですけど、うん、今回のは低ダストのブレーキパッドもついてるんで、そうですね、ほぼ汚れないですよね、うん、ミニっても意外にリアのパッド減るの早くないですか。早いです。どうもなんか制御してるらしいですよ、後ろ、うん、バランス取ってるのかちょっと分かんないですけど、うん、どっちかというとリアの方が先なくなっちゃうなんてよく言われますけど、ね、普通の車ではあまり考えられないですよね。そうなんです。でこの低ダストのパッドを入れると長寿命になるんですよね、うん、なんで大体倍ぐらいイメージできる。 倍も伸びる、ね、倍ぐらい伸びますね、はい、なんで交換サイクルも伸びるんで、うん、まあ、お財布にも優しいという、うん、結構皆さん勧めてあげてる、ね、そうですね。なのそんなのが今回ついてると。そしていいのがついてるじゃないですか、言わずパッケージ、はい、ちょっと 中がおしゃれで高級になるやつですよね。そうですね、はい、あとフォローなんかも確かなってるんじゃないですか、ユアスパッド、はい、このユニオンジャックじゃなくて何て言うんでしたっけ。ユニオンジャックって正式名称じゃないんですよね。ブラックジャック、ブラックジャックじゃないです。なんだっけな、忘れちゃった。入れておきましょう、いいんですユニオンジャックってなんか正式名称じゃなかった気がする。 そうですね、はい、でも通称、まあ、ユニオンジャックの、はい、柄のフォローになってたりとか、はい、あとは後期になるとちょっとミラーのこのキャップの形も変わって違いますよね、これ、はい、まあ、前期だとこう丸いのなんですけど、後期だとちょっとこのプレスラインの入ったちょっとシュッとしたミラーになってたりとか。なんかこういじりの話になっちゃうメインになっちゃうかもしれないですけど、はい、これって前期とこう変えられるんですか、カバーで。あの僕が YouTuber になってからの後の話なんで分かりません分かりません。は多分大丈夫じゃないでしょうか。例えば前期の方がカバーだけ変えたら後期に変える、おそらくできるんじゃないかなと思います。ただちょっと確証はないです。知らないです。おそらくちょっとミラーベースは多分一緒だと思います。そうですね、はい、カバーだけ違うんじゃないかなと思います、はいはい、違ったらすみません、はい、そして、まあ、コンフォートアクセスなんかもついてて、
まあ、それも標準ですね。はい、いいですよね。そして後ろも同様に BCM ホイールが、ただ前後でちょっとディスクが変えてあるんで、まあ、このボルトホールのところを見ていただけると分かるんですけど、まあ、かなりここがこう薄く作ってあるんで、まあ、ボルトがこう見える感じ、フロントは見えない感じ、いいですね。でその分ちょっと少しだけこう逆反りさせて、まあ、ちょっとイメージを変えてると。フロントとリアのイメージを変えてるんですね。そうですね、まあ、デズラも本当にちょうどいいんじゃないでしょうか。この車に合わせて、はい、作ってるんで、まあ、ジョン・クーパーなんでこのちょびがついてるんで、まあ、ちょっとホイール的にも有利ですね、はい、そして後ろ行きましょうか。後ろが、まあ、後期ならではのこのテールランプと、テールランプですね、はい、そしてここも変わってるんですよね、はいはい、エンブレムももちろんなんですけど、この台座というか、はい、もうこのへこんでないタイプの台座になって、であれですよね、 PDC もカブリオレだと標準ですよね。標準です、はいはい、まあ、そんなのがついてると。そして今回ジョン・クーパーのカブリオレってもう結構もうほぼほぼついちゃってる感じなんですよね、オプションっていうのは。そういうPDK とかバックカメラとか、あ、まあそうですね、そうですね、はい、でマフラーがこれもまたいいのが入ってます。レムスのスラッシュカットのタイプのマフラーが、これリモコンでバルブが開け閉めできるタイプですね。で、まあ、E マークもついてるんで安心して使っていただけると、はいはい、であとはカブリオレはこのちょっとおしゃれなタイプの急行に、結構これワンクーパーの、まあ、カブリオレないですけれども、あの普通のハッチバックの方、うん、結構これに変えたいなって言って、ね、後から変えたりもしますけど、こんなのもついてたりとか、はい、ちょっとおしゃれですよね。そうですね、車が。でミニって結構こう車1台でこう何ですか、同じミニでもちょっとこう体育会系にいじる方と、うんうん、ちょっとこうポップにこうおしゃれにいじる方と、うんうん、いろいろいらっしゃいますけど、はい、なんか今回の車なんかちょっと高級で、なんかちっちゃい高級車みたいな、そんな感じしません？そうですね、そうですね、なんかホイールもそうだし、ボディカラーもそうだし、タイヤもね、あとオプションとかも、はい、なんか外観もこう赤とか入れすぎてないじゃないですか、はいはいはい、で中が今回またその感じなんですよね、ま、そうですね、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。中がまたおしゃれですね。おしゃれくないですか。はい、ユアーズのこのシートいいですよね。いいですね。そしてもうほぼ新車じゃないですか。新車ですよ。シートもパリッとしてますもん、だって、はい、なんかくたびれてる要素一切なしじゃないですか。使用感全くなしですね。なしですね。そしてまたこのユアーズのなんかレザーってこうちょっと質よくありません？なんか普通のレザーより。そうですね、ミニってな、あの前 昔からって言うんですけど、レザーの種類が何パターンかあるじゃないですか、はい、だからそういうので見るとやっぱり高級、一番も最上級のパッケージじゃないかなと思いますね。なんかこの割と厚みのあるレザーなんですけど、うん、ちょっとこのすべすべな感じのレザーですごく高級感があります、うん、で内装はもう僕は見慣れた感じなんですけれども、はい、ちょっとおしゃれな、おしゃれさも忘れないインテリアで、はい、かなりやっぱりいい感じが、いい感じだなっていう。でもちょっとやっぱりその外装と合わせてですけど、ちょっと大人の雰囲気ですね。あ、そうですね、ま、もうまとまってるっていう雰囲気ですよね。そうですね、あえてそういうちょっとあのなんかどっかにステッチが入ってるとかそういうのがなくて、はい、本当にシックにまとまってございます、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。だって小島さん見てください、これ養生もまだ剥がしてないじゃないですか。新車のね、新車のそれですよ、はい、はい、ちょっとじゃあ乗ってみます。ちょ、室内からの見た目はこんな感じです。全体的にこの丸を基調としたインテリアで、黒で統一されててかなりおしゃれな感じでございます。でシートは、まあ、全体的な形に関しては他のモデルと共通ですよね。ただこのレザーの質感がすごくいいんで、結構レザーってこう滑ったりとかするじゃないですか、はい、結構しっとり系のレザーなんであんまり滑ったりとかないですよね。で調整はなんとびっくり全部手動っていう。手動ですね、はい、でもこの系は全部手動じゃない、電動なかったか。いや手動ですけど、同じ価格帯の車からすると、あ、まあまあそうですね、え、手動なんですか、はい、って、はい、結構いい値段するじゃないですか。そうですね、だからこう装備とかなんかそういうの考えると、うん、ちょっとこう寂しいというか。クラウマンとかね、ああいうのは全部電動だったりするからね。あ、そうですね、はい、まあ、今回このカブリオレに関しては全部手動で、ハイトアジャストも前後も、はい、する感じです。で調整の幅はそんなに広くないですよね。
本当に上げ下げとここの足元のこのこれとだとスライドとっていう感じです。でステアリングに関してはもう全部フル装備でございます。マルチファンクション、はい、あとクルーズコントロールで、ここもちゃんとピアノブラックなんです ね。 そうですね。ちょっと高級感がかなりいい感じです。でジョン・クーパーでもこのステッチは赤くならないっていう、はい、言わずだからですかねと思います、はい、多分通常のジョン・クーパーだとこのステッチ 赤くなりますけど、でここも本来であればジョン・クーパーのロゴになるところがこのブラックジャックで、ちょっと高級感がアップしてます。でメーターはしっかりジョン・クーパーのメーターなんですね。これロゴとこのチェッカーフラッグの入った、はい、赤い外周のメーターになってます。でジョン・クーパーなんでヘッドアップディスプレイもついてると。でこちらがナビオーディオ、ちょっとオンにしてみましょうか。ちょっと講義でこれあれでしたっけ、ユーザーインターフェースが少し変わってるというかですよね。あそこのメインの画面変わってますね、はいはいはい。まあ、使い勝手は一緒な感じです。でテレビなんかはなくって、まあ、基本的に地図表示と、まあ、車両のデータ表示とっていう感じになると思います。あとパネルもタッチパネルで、あそうですね、はい、後期のものはこれができると。で正直純正の状態だとあんまり、まあ、機能的なものは少ないんですけれども、いろいろ追加したりは、まあ、この車ですからできるんですよね。できますね。なんで地デジが見たいとかっていうのがあれば、後付けでインターフェースとチューナーをつけてそういったこともできます。このセンターのこのボタン変わりましたよね。これも変わりましたね。変わりましたね、はい、ちょっとデザインが後期というか、もう最初今の今っていかないんですけど、そうですね、新しくなってから。そしてエアコンはこのダイヤルタイプの、はい、もうめちゃくちゃ使いやすい、はい、感じでございます。でカブリオレなんでシートヒーターもついてて、あとはモードの切り替え、モードの切り替えもここでしたけどこっちに後期から移って、であとはアイドリングストップとか、はい、PDC とか、あとドリンクホルダー、はい、あと USB と、はい、こんな感じです。 AX なくなっちゃったんですよ、はい、であとはアームレスト、はい、こんな感じで角度が調整できるタイプの、はい、こんな感じです。これか、はい、ついてます。で容量はまずまずといった感じでございます、はい。そしてこれですよね、このパネルが光っちゃうんですよね。光りますね、はい、これ色変えられますからね、はい、こんなのもついてて、でグローブボックスも、まあ、まずまずの容量っていう感じです。あとここは、はい、あで今回の車ハーマンカードンがついてますんで、ツイッターが、はい、ピラーについてる。で結構これだけ追加されてる方が多いんで、パッと見こうハーマンカードンついてるんかなと思ったら、あ違う場合がありますね。ここだけなんか社外じゃないですか、はい、後付けされてて、実はこうハーマンカードンのアンプとメインのスピーカーついてないなんて車も多いんですけど、今回の車見分け方としてはこのスコーカー見ていただければ分かるんですけど、この中がこのシルバーのコーンの中心ですね。シルバーのこれになってれば、まあ、全部ハーマンカードになってると、ちゃんとアンプも入ってるタイプです、はい、で今回は正真正銘オプションのハーマンカードもついてますので、そんな感じになってます。で天井関係に関しては、まあ、カブリオレなんで全部真っ黒黒でございます。こんな感じでバイザーと、はい、で ETC がここになってるんですよね、はい、後期から標準で ETC と。で今回の車はレーダーとドラレコも漏れなくついてくると。めちゃくちゃお買い得じゃないですか。じゃあお買い得です。めちゃくちゃお買い得ですよ。オプションフル装備だし、備、はい、欲しいもの、まあ、強いて言えばあともう地デジぐらいですよ。まあまあ、欲しい人はね、まあ、欲しい人ですけど、はい、僕的にはあともう地デジがあれば完璧だなって感じです。であとは屋根の開け閉めがここですね。でミニの場合だとあれですよね、2段階でサンルーフみたいに1回ここでも止められるんですよね。はい、こんな感じで、でもう一回引くと、うわーもう最高ですよ。こんな感じでオープンにできます。後ろ座りますか。座っておきましょう。この、はい、これじゃちょっと難しいんじゃないですか。
あ、そう、じゃあそこも見ていただきましょう。なんとびっくり、ミニもうギリギリまでシートが下がっちゃうんで、まあ運転するぐらいのあれですよね、シートポジションなら少し足元取れますけど、後ろまで全部下げちゃうとほぼ足を置くスペースがないと。こんな感じで、はい、ちょっと僕はちょうどいいところにしましょうか、シート、まあ、僕足短いんで多分皆さん参考にはならないと思うんですけど、まあ、こんな感じですか。あれ、あんまり足元なかったですか。ないですね、はい、まあ、でも一応座れなくはないです。はい、こんな感じです、はい、で特にカブリオレだと後ろタイトですよね。タイトですね、はい、そのハッチバックとかだともう少し、まあまあ、しょうがないんじゃないですか、はい、5ドアだったらなおさら後ろの居住性ありますけど。あ、ここなくなっちゃったんですね。ないです、はい、その代わりこっちが、はい、パンチングで、パンチングになってます、ね、はい、ちょっとこのユニオンジャックが、うん、こんな感じでございます。あと後ろの装備としてはついた、はい、スコーカーがついて、はい、こんな感じです。あとアイソフィックスもしっかりついてますんで、そうですね、はい、はい、実はチャイルドシートなんかもガチャンとガチャンとできるという、まあ、後ろはいかがですか、小島様誰がいかがですか後ろ、はい、いやそれなりですこれでも閉めちゃったらちょっとね。あ、そうか、閉めてみます、閉めて、ちょっと閉めてみましょう。ちょっとじゃあ続いて閉めてどんな感じか見てみたいと思います。あ、意外にどうですか。あ、思ったほど全然形があれですよね、こう寝てないんで、はい、全然いわゆるこの B ピラー C ピラーのこう、はい、傾斜がないんで、まあ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 割とこう上は余裕ありますよね、はい、はい、こんなリアシートになってます。続いてトランクを見てみたいと思います。はい、トランクはもうここにスイッチと、はい、あともしくはリモコンがあるんで、はい、どうぞ。でもこれリモコンで開ける意味がちょっと僕よく分かんないですよね。触れば開くじゃないですか。あ、まあ、ロックしてる時に開けるんであれば、まあね、ロックしてる、まあ、リモコンですけど、そうです、ね、こんな感じで、まずいいですか小島さん、はい、あの使われた形跡がないそうですね新車じゃないですか、はい、こんな感じの、ちょっとこの使い勝手で言うとうんって感じですよね。そうですね、でも一応こうトランクスルーになったりとか、はい、そういう、 あの、そうですね、使い方はしてるじゃないですか。あとここ、このそうですね、ここのレバーを両方持ち上げると、はい、まあ、ちょっと半分ぐらい、はい、持ち上げる。でこれこうしとけるんですよね、はいはい、こんな感じで、でホロをこう畳むときは必ずこれ上に乗っかってないとダメなんですよね、はい、このいわゆるそこにスイッチがついてるんで、これがこの状態じゃないと。でホロ畳まないんであればこれもう一段階確かこう上にできるんですよね。こんな感じで、だから一応荷物がですよね、はいはい、こんな使い勝手で、これぐらいのスペースでもやっぱり気を使ってるからいいじゃないですか。そうなんですかね、はい、でまあ工夫次第でまあいろいろ、そうですね、まあ、ちょっとゴルフ行けるかっていうと、まあ、リアシート倒したりとかいろいろ工夫は必要ですけど、はいはい、まあ、意外に使えそうな、はいはい、そんなトランクです。でこれ下もあれですよね、ちょっとスペースがあって M が出ますか、スペース、はい、ないっすね。いやパンク修理キットと、ああ、パンク修理キットですね、はい、あとはあのマックガードの鍵が、はいはい、ついてます。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。ボンネットエンジンが後期でちょっと新しくなってるんですよね、はい、そうですね、リフレッシュした感じで、はい、まあ、丸々違うものというよりかはちょっとタービンとかその辺がリフレッシュされて、まあ、それに伴ってこのカバーもちょっと新しいっぽくなってますよね。そうですね、で今回またこっちも高級品ついてるじゃないですか。高級品なんですか俺あれ僕が言えてなかったですか。いやいや高級品が、高級品が、はい、ついてます。イベンチュリーです、ね、ヨーロッパ製のインテークシステム、はい、この本来こう使えてないこうダクトになってなかった、はい、このボンネットスクープがちゃんとダクトとして機能するという、はいはい、ここからエアを取り込んで、はいはい、でしっかりここに流してあげるという本来の使い方になる。そうですね、できるという、はい、で結構これで馬力もトルクも確か上がってるんだと思います。そうですか、はい、
なんでまあ純正よりかなり、うん、はい、まあ、旧排気今回やってありますからね、やってますからね、はいはい、まあ、純正よりかなり気持ちよく回る感じになってるんじゃないでしょうか。もうドレスアップ的には点数100点満点って感じですか。100点、まあそうっすね、まあ一応そのポイントは全部いじってますね。そうですね、はい、はい、まあ、ポイントを抑えたカスタムで、はい、まあ、これから進めていってもいいし、はい、逆にもうこれでそのまま乗っていただいても十分なレベルじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いて転倒周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてこのリモコンで屋根の開け閉めもできるんで、ちょっとその動きを見てみたいと思います。この開けるボタン長押ししていただければ、こんな感じで屋根のオープンができるようになってます。で同様に閉めることも可能です。閉めるボタンを長押ししていただければ、こんな感じでリモコンから閉めることもできます。でマフラーの音を続いて聞いてみたいと思います。マフラーはこのレムス付属のリモコンで、一応4段階でバルブの開け閉めができるようになってます。今これが一番静かな状態です。続いて閉じ気味、開け気味ができます。でこれが一番バルブが開いている状態ですね。よし、行きましょう。ジョン・クーパー表示にしたところで、ジョン・クーパー表示、はい、スポーツ表示にしたところで、はい、行きましょう。ちょっとさっき屋根開けてスタートしようとしたら、小島さんから何やってんだって言われる。何やってんだってさ、ちょっと違いはね、いやいや、やっぱり屋根開けられる車は開けていきたいじゃないですか。はい、じゃあ開けましょう。ちょっと途中で開けましょう。もう僕 F 型は所有したことないんですよ。うん、R 型の R53 と56ですけど、うん、F 型に関しては、うん、まあ、整備とか改装で、うん、多分相当距離乗らせてもらったと思いますよ、うん、トータル。いや、そのレビューを皆さん聞きたいと思いますよ、うん、ツッチーパフォーマンスの。いやもう馴染みの感覚です。はい、あ、思い出しました、全て思い出しました、はい、今マフラー開けてる感じですか。これ開けてますね。開けてますか。はい、いい音かもしてました。そうですね、ちょっと止まってから閉めましょうか。やっぱりちょっと足回りは、はい、カーベイ入ってるんでちょっとやっぱ固めですよね。そうですね、スポーティーですね、はい、でちょっと今マフラーはちょっと静かにしましょう。赤はこれ爆音なんで、これが白が一番静かな状態なんで、これだったら多分、ああもう全然静かですね。ここ行きましょう。バージョンクーパーいい感じですね。表示ですね。はい、これありましたけど、色ね、変えられるんですね。はい、明るさと色と、はい、変えられますよ。緑、今ここが変わってます、はいはい、昔レインボーみたいなのなかったでしょ。あります。これもあるんじゃないかな。ないんじゃない、勝手に色変わるやつですよね。はい、
なんかちょっとそういう遊び心というかおしゃれさやっぱり忘れないですよね。そうですね、そこはやっぱりミニですね。これって後付けできないですよね、ここ。まあ、物理的にできなくはないですけど、多分そのコーディングとか配線加工とかいろいろ必要になるんですよね、でも簡単に気軽につけられるものではないですね。で乗り味的には、まあ、ちょっと改めてになっちゃうんですけど、あの BM 色強いですよね。ハンドルがちょっと重め で、はい、で全体的なこうスポーティーな乗り味でございます。まあ、シートのホールドが割と、まあ、ジョン・クーパースポーツシートなんでいいですよね。助手席レビューからすると硬いです。はい、あ、はい、多分こう18インチっていうのと、あとカーベイでこの車高っていうのあるんですね。はい、これインチ17標準じゃないですか。あ、18かな、オプション18ですよね、標準17かな。シートヒーターは結構効きます。はい、あ、シートヒーターいいですよね。カブリオレぐらいしか多分ついてないじゃないですか。え、そんなことないですよ。いやでもあんまりつけないですよ、まあ、標準ではね。はい、はい、カブリオレは確か標準ですよね。ただあんまり普通の一般的なハッチバックでついてるの見たことないですよ、僕。ただカブリオレだと大体ついてるんで、はい、その辺もいや、いい感じです。いやー、キビキビ走りますね。あんまりうわーこれすげーっていうリアクションなくて大変申し訳ないんですけど、はい、でもそういうね、この前ステルビオで、いやー、ステルビオはびっくりしたっす、もう。いやいや、ね、初めてどう、あの、はい、久々にレビュー見て笑いましたってコメントいただきましたけど、はい、いや笑っちゃいます、あれ、うん、でも本当、でも初めてジョン・クーパー乗る人ってそんな感じじゃないですか。そうかもしれないですね、うん、僕らちょっとこう慣れちゃってるんで、はい、ちょっと踏んでみよう。確かにでも冷静に考えたらこのサイズの、まあ、2000cc に F 型になってますけど、このサイズのこの車がこの走りってかなりパンチありますよね。パンチありますよ。ちょっとさっきの、確かにちょっと初体験じゃないんで、こうあれですけどね、意外性はないですけど、ちょっと音を大きくしましょう。赤が一番うるさいやつです。あれ開けなくていいですか。そうそう、開けます。開けますか。もう一周行くんだったらいいですけど、ちょっとどっか止まったタイミングで、で、あとはちょっと小島さん正直言っていいですか。僕ミニをこれいけるかいけないかって、このデザインとかこのおしゃれさとか、これがちょっとこう最優先に来るか来ないかだと思うんですよ。で、装備の面で言ったら正直ちょっと他の価格帯の車、同価格帯の車からするとかなり寂しいじゃないですか。ブラインドついてます。新車からするとね、はいはい、まあ、大体500万以上するわけじゃないですか。ブラインドついてません、ブレーキホールドついてません、はい、で、まあ、サラウンドビューはこの車なんでいらないにしても、もうそういうなんか快適装備ってほぼないじゃないですか、ミニって。で、他のメーカーだったらその価格だったらもう結構フル装備とか当たり前なんで、まあ、そこをこう良しとするか良しとしないかじゃないですか。多分その最初のレンジのあれじゃないですか。一番そのベーシックっていうか、一番あのノーアンベーシックのグレードの価格帯がやっぱり300万円台からじゃないですか。あ、例えばじゃあ C クラスでもベーシックからって言ったらやっぱり、まあ、A クラスだったらね、400万ぐらいからあるじゃあどんだけついてるじゃんって話ですけど、はい、確かにお金のかけてるとこはそこじゃないですからね、うん、ジョン・クーパーワークス、あ、どうぞ。新車で520万で、まあ600万ですよね。スペシャルなエンジンとブレーキと、はい、確かにスポーツの方に全振りしてますからね。だからさっきこの前のアルファロメオと、はい、あ、ニュアンス的にちょっと、まあまあ、そうかもしれないですね。近い感じじゃないですか、はい、趣味性の高い車というか。そうですね、だから機能とかは求めちゃダメですね。そして開放感はやっぱり最高です。最高ですね、はい、で、もう一ついいのはカブリオレって結構値段残りません？残りますね、ミニの中でも、はいはい、ちょっと特殊ですよね。特殊ですね。割とクラブマンなんかも残りますけど、
多分シリーズで一番もしかしたら残りますよね。残ってんじゃないですか。ですよね。でまたジョン・クーパーのカブリオレなんて言ったらかなり台数も少ないんで、うわー、ちょっとあれかもしれないです。開けて乗るのって結構ないかもしれないです。僕ないですね。お客さんの車勝手に開けるってないじゃないですか。まあまあそうですね結構今なんか新しい感覚でした。意外にでも中、はい、入ってきますね。やっぱ後ろのこれつけた方がいいですね。そうですね。そうですね。これオプションですよね。オプションです。巻き込みは結構ありますね。うん、で他のオープンカーに比べてちょっと寒い。寒いですね。この辺の空気の動きを感じますね。うん、感じる。やっぱりもう後ろはもう例えばもう乗らないとしてこれをつけちゃうから、ね。ああそうですね。うん、この穴のところですよね。そうそうそう、はい、このところに。はい、いやでもちょっとこのマフラーの音、うん、いいっすね。カブリオレで聞くといいっすね。やっぱり。うん、おーいいね。うわめっちゃいい音してる。うん、わあちょっといいかもしれないっすね。いいじゃないですか。これスポーツ。すみません乗り慣れてるなんつってすみません全然乗り慣れてなかったっす。スポーツ行きましょう。スポーツ、はい、スポーツスポーツ行きましょう。これ実は隠しモードでローンチもついてるのしてます。え本当に。はい、でも100回しか使えないんですよ。あおおいいこれちょっといいかな。いいでしょう。いいですね。ちょっとさっきなんか助手席乗って足かてえなーなんて思ってたけど、はい、やっぱりいいね。これいいっすね、うん、テンション上がってきたよツッチ、はい、いやちょっとお客さんの車こんな運転することないじゃないですか、うん、いやちゃんとゴーカートしてる、うん、いやミニ結構距離乗ったんすよなんてちょっと言ったのがちょっと恥ずかしいっすね、うんはい、全然本来の乗り方してなかったです、うん、いやカブリオレいいっすね。いいよね。やっぱいいなオープンカー。いいっすね。いや装備とか一瞬でどうでもよくなりました。やっぱりさ何でもいろいろ車乗らせてもらったり、はい、動画撮らせていただいたり してるじゃないですか、はい、結局最後にたどり着くのは、はいはい、装備なんかどうでもいい。そうですね。もう乗って楽しいかどうか、そうそうそう、自分のフィーリングに合うかどうか。そうそうそう、ここだよね。まあ、もちろんついててね越したことはないですけど。そうですね。でもさっきも言ったけどその最低限のところってもうついてるじゃないですか。まあそうですね、うん。もう今の車って、まあ、バックカメラねえのはちょっと困っちゃうなってなりますよね。確かに確かに確かに。ランプでね、バックカメラねえのってなっちゃう。そうですね。そういうのありますけど。どっちかっていうとついてたらいいなっていう装備はほとんどですか。ちょっと良さを再確認、そして知らない一面も、うん、できればその、はい、なんか普通のねベーシックなクーパー、まあ、はい、カブリはないかもしれないですけどね、はい、普通のベーシックなよりかはやっぱこういうちょっととんがった車で楽しんでもらうのはいいですよね。そうっすね。うわめっちゃいいなこれ。めちゃめちゃいい音しますね。引いてるからいいんじゃないの。マフラーもやっぱり確かにそうかもしれないです。吸気もやってありますしね、うん、これ。あれこんな楽しい車でしたっけ。楽しいですね。いやちょっと前半のいや結構経験者外ですって言った発言がちょっと恥ずかしいです。撤回します。はい。いいな。これ僕メインで乗ってもいいし、かみさんに乗らせてもいいですね。オートマだから乗れるし、このサイズだったら取り回し困んないし。これでも、はい、今回ちょっとまあ新車みたいな形なんで、はい、500万円近い、はい、まあ、500円オーバーのプライスになりますけど、
前期で300万円台だったら、まあ、それも一つ狙い目ですよね。まあそうですね、カブリオレで。そうですね、でも3台乗り継ぐってまあまあですよ。いいんじゃないですか、同じメーカー3台乗り継ぐって。まあでも僕的にはこのぐらいのサイズ本当に一番ベストなんですよ。もう駐車環境的にもそうだし、なんか取り回しもそうだし、なんか僕こう何て言うんですか、街場でこう取り回しになんかこう、まあ、できなくないですよ、できなくないんですけど、わーってしたくないんですよ。あ、はい、なんかこう狭いところもスイスイ走りたいんですよね。じゃあまあさ、でも言っていいですか。はい、売りません。知ってます、はい、これはもう即、いやこれでもすぐ売れそうな気します、うん、はい、シートヒーター結構効きますよね、シートヒーターで、エアコンより早いからインテリジェントセーフティー、はい、この辺はついてて、ついてますからね、はい、でもこれ反応ちょっと遅くないですか、やっぱり他のメーカーだと BM とかだと、はい、え、僕反応させたことがないですよ。あの結構たまにその、はい、なんていうんですか、急に入ってきたりとか店舗の前とか動かしてたりすると歩行者の方、あ、はい、まあどっちか気をつけてますよ、はいはい、でもガッと止まったりしてあれって思ったりするんですけど、意味は非常にちょっと遅い気がしますね。結構メーカーによって動き違いますよね。違いますね。いやちょっとカブリオレはあんな走りは初体験でした僕。ジョングパークさん。これ普段聞いてるこなんですか、この屋根閉めてる音も、うん、ハッチバックより結構入ってきますよね。入ってきますね。で同じエンジン同じマフラーですけど、全然このハッチバックと聞こえ方は違いますよね。うん、違います。そして開けた時最高。最高です、ね、はい。車を本来楽しめる。いやいや本当ですよ。そしてリアルゴーカートでした。はい、よくゴーカートフィールなんて、はい、言われますけど、はい、本当にゴーカートでした。屋根ないし、爆音だし、はい、最高です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりミニジョン・クーパーワークスカブリオレをご紹介させていただきました。はい、ただいまボンドカーズでは全国皆様より、買取強化中でございます、LINE、メール、まあ、ホームページ、様々ご用意してますのでぜひご利用ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。